どうもジョルです。妖怪ウォッチ2バスターズ、新内の新妖怪ウォッチバスターですね。やっていきたいと思います。今回、まあ、ソロでやっていくんですが、新しいとこですね。前出たんでね、ステージ。この、のぼせトンマンのステージ。たんまり経験値化したボスのレベル20。温泉大好き妖怪、のぼせトンマンを撃破せよ。新キャラですね。これちょっと撃破したいと思います。手形はまあ、使わず行きましょうかね。とりあえずもったいないんでね。で、まあまあ、使うやつですけど、まあ、今お気に入りの、この、クローニレベル99を使います。まあ、強さだけ言ったらね、正直ね、今、うんちくまの方が強いかなとは思うんですけど、まあ、使ってて、クローニ今、僕の中で来てるんで、まあまあ、クローニ使っていこうかなと思います。クローニバーサスノブストンマン、レディーゴー。おお、これどんな戦い方できるやろこいつと。のぼせトンマン。おお、近っ。ほらー、お、守備高い。はいはい。なにこいつ。ああ、こいつ結構攻撃モーション変わっとるな。まあでも、ほいほい、おらー、止める。ててててて、ほっほっ、この日が来る。やはり日が来た。攻撃まで読めたぞ大体。ほら、大体読めたぜ、あんたの攻撃パターンは。ほっ、この後日が来る。それを止める。よし、止める。オッケー、伸ばすとも倒した。50。まあ赤鬼と一緒でレベルか。赤鬼と同等でしたね。まあなかなか変わった攻撃モーションだったんですが、まあ言っても2回に1回必殺だと2回に1回日が来る、そのローテーションだったんで、まあまあそんなには辛くなかったですね。まあ簡単に撃破できました、クローニでも。クローニ足遅いんでね、ちょっとそこが難点なんですけど、まあ、攻撃力高いし、HP 高いんで、まあまあ、そんなめちゃくちゃ弱くはないんですよね。妖怪ウォッチバスターズでは。何よりなんかね、頼もしいでしょ、これ。使いたくなるっすよ、これ、もう。ついついちょっとクローニ選びたくなるんですよね、どうしても。まあ、うんちくまはもう結構使ってきましたからね。やっぱ新しいやつ使いたくなるっていうのがね、うん、あるんで。よっと。ベンベケペッペケツンチャン、ズンズクチャッチャカツ。トゥットゥントゥン。まあ、とりあえずと、高得点狙おうと思ったら、やっぱり4人でバスターズが一番いいんで、前さんとまあ、強兵とあと名人でバスターズは、かなりね、やり込んでいこうと思ってます。とりあえず今時間が合わなくて今一人でやってるんですけど、まあ、4人でやるときは、ワイプありで、顔出しありでね、賑やかにワイワイやっていこうと思ってるんで、まあ今のバスターズは、まあ様子見バスターズというか攻略バスターズというかね、まあまあどんな敵なのかっていうのを探っていくような感じですね、ソロでやるときは。基本的には。まあどっちかというと攻略要素の強い、実況になるんじゃないかなと思います。てってってってん。まあ、のぼせトンマンだけだったら、まあ余裕で倒せましたね。時間がめっちゃ余っとるな。さて帰りますか。もうこれ以上敵出てこないんで、ここのぼせトンマンだけなんでね。まあもう、鬼玉取ってても、あんまりポイント入らないんで、今回はこれでクリアして。あと鬼玉ポイントのトータルポイント集めたら、新しいステージ出ると思うんで、どんどん新しいステージを出していこうかなと、思います。のぼせトンマンは、レベル20だったってこともあって、そんな強くはなかったですけど、まあ、きっちり動き見れば簡単に倒せそうな敵でしたね。あと、かなりひるんでくれるんで、いっぱい。だから、ひるませる生ハゲとかクローニとかがいっぱいいれば、結構、動き止めれそうな感じしましたけど、ひたたた。クリアー。あと、近距離攻撃多かったんで、ひたたたみたいな、ため技の。まあ、あれは、避けていけそうなんでね、きっちり。動き見てれば。
戦えそうな敵でしたね、かなり。オッケー、トータル。オリガショタイム。回すよ。来い。キャジャン。できれば、まあ、あ、でも経験値が出やすいってことは、まあ、神経験値玉とか超経験値玉が出るってことか、これ。神来い、神来い。金。おっしゃ、神ちゃう。超か。まあ、超でも美味しいからな。まあ、全然熱いで。出てない。クリア。これはクリアとかないんか、まだ。これはクリア。これはクリア。次は、千個か。千個。千個はもうちょっとあれですね。多分、これ、トリプルボスラッシュやりまくって、4人とかで やりまくって、ボス倒していくのが一番早いかな。集めるのは、多分。そんな感じがしますね。こっちとこっちはあんまり集まらないんで、ここでとりあえず一気に、どんどん集めていきたいですね。はい。というわけで、とりあえず一旦今回は、のぼせトンマンをバスターズで、クロニでレベル99で撃破しました。まあ、引き続きまあ、バスターズはね、楽しんでいこうと思うので、そちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。